中国経済の時限爆弾は間もなく弾ける。成長が鈍いという数字がついに発表された本当の理由。不動産大手が相次いで経営危機を迎えるなど、ここに来て中国経済の変調が顕著になってきた。経済評論家の渡辺哲也さんは、白髪三千状の国が実際に成長が鈍っていることを示す数値を出してきたということは、実態はさらに悪いのではないかと考えた方がいいという。時間の問題だった不動産大手の破綻。中国の不動産バブルという時限爆弾がついに火を吹いた。2023年8月17日、中国の不動産大手である恒大集団はニューヨークで破産を申請。マンハッタン地区連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を求めた。同法が適用されれば、米国内の資産の強制的な差し押さえなどを回避できる。同時に、米国外では再建計画を進めることになる。2022年3月21日には、株式の売買が停止。2023年7月17日には、会計帳簿を公開し、2021年と2022年の2年間で赤字は、8120億元、約16兆2000億円を超えたことが明らかにされていた。今回の破綻は時間の問題で、まさにファイナルカウントダウンに突入していたのである。恒大集団の破産申請の影響は大きく、他の不動産大手の連鎖的な破綻を招くのは確実な情勢だ。業界最大手の碧桂園や、シノオーシャングループホールディングスも、大きな赤字を抱えており、デフォルトの危機を迎えている。日本のバブル崩壊時に似た手形のキャッチボール疑惑も、どんなに額面資産があっても、実際に金が動かせなければ、債務は返済できない。国内向けは何とかなっても、海外向けはごまかしが効かない。中国恒大など、デベロッパーの外貨建て債務のデフォルトが始まっていた状況から、中国政府は、価格統制の緩和を行い、債券売買が成立する環境を作ったが、それでも買い手がいない。特に、碧桂園は米ドル建て債券の利払いの履行が危ぶまれるほど財務状況が悪化しており、他のデベロッパーも似た状態にある。当然、そこに関わる建設業者や資材納入企業にもその影響は及ぶ。破産申請前の中国恒大だけで、債務不履行などに関する訴訟が6兆円規模に達していた。それだけ手形が落ちなかった人がいるということで、もし裏書き、一種の連帯保証をしていれば、裏書き人に支払い責任が生じる。また、企業間で支払いのために手形をキャッチボールしているものと思われ、どこかが飛べば、その裏書き人も連鎖して飛ぶことになる。これは、日本のバブル崩壊時によく見られた現象である。2024年以降も、恒大ショックの影響は多方面に及ぶだろう。2000兆円余りに達する地方政府の母外債務破産を申請した中国恒大だけで、48兆円もの負債額である。当然のことながら、外貨建て債務の再編計画の合意取り付けに時間がかかっており、再建は容易ではない。そして、恒大、碧桂園、シノと続く不動産大手の危機は、地方政府、保険、年金、信託、銀行へと波及し始めている。これまでデベロッパーの問題に過ぎなかったものが、地方政府や年金保険などのセクターにリスクが拡大している。地方政府の隠れ債務問題も表に出てきており、2000兆円余りの母外債務が大きな問題になっている。これはサブプライムの SIV を利用した債務の母外化と同じで、デフォルトするとそれが地方政府の債務となる。この時限爆弾をリセットすることはもはや不可能な段階になっているのだ。把握できないほど積み上がる融資残高。中国の不動産バブルの崩壊は実体経済にも大きな影響を与える。先に述べた通り、鉄鋼やコンクリートをはじめとした資材関連産業、住宅設備産業などに
直接的な影響を与えることは必至で、失業者の増加と実体経済のさらなる悪化を招く。中国の経済指標のマイナス、特に企業物価の下落はこれに起因する。当然銀行の企業貸し出し向けにも大きな影響を与える。当局が公表している中国の6月末の総融資残高は、銀行系が230兆元、約4600兆円、ノンバンク系が134兆元、約2700兆円、合計で7300兆円規模となっている。しかし、銀行の資産は確認できても、4割近くを占めるノンバンクの資産は把握しきれない。さらに、企業間や個人間の融資など、シャドーバンキングも存在するわけで、それを入れると、総融資残高はどこまで膨れ上がるのか見当がつかない。中国の最大の問題は、政治面にしても経済面にしても、都合の悪い事実は政府、中央、地方ともに覆い隠すので、問題の大きさや事態の深刻さが正確に把握できない点にある。政府発表の数値とて、果たしてどこまで信用していいのかという危惧は残る。白髪三千条の国が実際に成長が鈍っていることを示す数値を出してきたということは、実態はさらに悪いのではないかと考えた方が良さそうである。若者のほぼ二人に一人は職がないのが実態。中国の若者の失業率は現在は 20% 程度の高水準を続けていると言われる。公表の取りやめはその実態を隠す目的なのは間違いないところだ。以前から若年層の完全失業率、1週間に1時間でも働けば除外が 20% を超えており、2023年6月の公式統計では過去最高の 21.3% となっていた。もっともこれは就職活動をしている人を対象にした数字に過ぎない。北京大学の張丹副教授は独立系メディア財新のオンライン記事で、就職活動をせず、親の扶養のもとにある若者、1600万人を含めれば、若年層失業率は 46.5% に達する可能性があると指摘する記事を、7月17日に公開した。実に、若者の2人に1人は、職がないという衝撃の事実を示唆する説である。そして、この記事はその後削除された。新たに高校大学を6月に卒業した若者のうち、1500万人ぐらいが新たな求職者として積み増しされるという予想もあったからかもしれない。こうした状況を考えれば、中国国家統計局の公表取りやめは、起こるべくして起きたと言っていい。すでに現場ではホワイトカラーの賃下げが本格化したとされる。若年層の実質失業率 46% という状態では当たり前と言えるが、内需が低迷する中で高学歴人材すら余剰人員となっている。ユーは何しにベトナムへ？ハノイで笑顔を振り向く習近平からにじみ出る焦りの正体。12月12日から13日にかけて習近平がベトナムの首都ハノイを訪問した。国賓として妻の王麗園を伴った訪問であり、序列第5位の政治局員の蔡奇、共産党中央外事工作委員会弁公室主任と外相を兼務する王毅も同行している。ただ、その目的は明確ではない。テレビ番組のフレーズではないが、ユーは何しにベトナムへ？そんな感じなのだ。この時期に、なぜベトナムを訪問したのか。表向きの目的は、ベトナムの最高指導者である、グエン・フー・チョン書記長と会談して、両国が運命共同体であることを強調するためとされる。しかし、そんなことを強調して何になるのであろうか。1979年の中越戦争を思い出せばわかるように、中国とベトナムは仲が悪い。心の中では、双方ともに運命共同体などとは思っていないだろう。虚しいだけである。それでも習近平は社会主義国の指導者らしく、
ホーチミン廟に花輪を捧げた。9月に訪問したバイデン米大統領は、ホーチミン廟を訪問することはなかったから、このあたりは社会主義国の指導者ならではと言えよう。レーニン、毛沢東、カストロと並んで、共産革命を成し遂げたホーチミンの平等に花輪を捧げて、習近平は何を思ったのであろうか。彼は中国では絶大な権力を有しているが、未来の歴史の教科書における扱いは、ホーチミンよりもずっと地味なものになるだろう。参拝の最中、習近平の脳裏に、そんな思いが横切ったのではないであろうか。この9月のバイデンのハノイ訪問、そして11月のボー・バン・トゥアン国家主席の日本訪問によって、ベトナムと米国、そして日本との国交は最高水準に引き上げられた。今回の習近平の訪問は、ベトナムが過度に米国や日本に近づくことを牽制するためと解釈されている。大きな見方としてそれで正しいと思う。だが、その内実は少々異なっている。習近平は、チョン書記長からの度重なる要請に応えて訪越した。中国は、経済の方向性を決める大事な会議である、中央委員会第3回全体会議を未だに開催していない。三中全会は、政権が発足した次の年の秋に開催することが通例である。習近平の3期目は昨年2022年秋に始まったから、本来ならこの秋に三中全会を開催しなければならないが、よほどの事情があるのだろう。そして、その事情とは誰もが不動産バブルが崩壊したために、方針が決められないためだと思う。そんな混乱した時期になぜベトナムを訪問しなければならなかったのだろうか。習近平は米国で開催されたAPECへの参加も躊躇していたくらいだ。ベトナムごとき小国に時間を割かなくてもよかったはずだ。